万大中和樹林線は、台湾台北都市運が計画、一部建設中の早運路線の、通称。台北市中西区、万月とに北市永和区、中華区、土城区、樹林区、新城区、桃園市亀山区を結ぶ。路線の総延長は二二十点一キロメートル。全区間が中運、両都市運方式を採用し、第一期区間が建設され、 第2期区間は計画中であるもともとは、独立した2つの路線計画が統合されたもので、それぞれ、台北市が計画した中英和地区の台北都市運満、大線と、二北市の計画した、木林都市運建設計画である。交通部による審査を経て、台北市政府派や運行定局の将来整備すべき、区間として、木林都市運と万大線を一本化した万、大マイナス中は、 樹林線という連続路線として扱われた。当初はライトレール規格で推進されたが、最終的に中運量規格の早運路線となった。中世記念堂駅では、淡水新技線、松山新見線と、中和駅では環状線に、土壌駅では板南線と接続、海流駅で中和新足線及び計画中の東園、早運主線と駅外で連絡する。 1> 第1期区間は中世紀念道駅を起点に、南海路、和平に寺、チベット路沿いに精神四万、王子から南下、火災市場と新見世継を地下で越えた後、日北市栄区に入り補順路、安尾子を直進、中山寺で新道南西に海連城路、近城路経由で40町駅に至り、そこから伸びる本線と合わせて、ベッド 0.7km の車両基地支線が含まれる。 全長約9 5トルで、金城路北側の農地一帯の巨峰炉付近に設置される車両基地と全球駅は地下に建設される。第二基区間は基地支線分岐より引き続き金城路を進み、明徳路付近で地上高架に転じる。土壌区交所付近で金城路から北上、白葉しばしで大関係を越えて、樹林区に至り、中華路。 八徳街、台安路沿いに北東へ進み、中西路で北西に直進し、新城線海流駅に接続する計画で、全長 13.3km。三重客運の早運線動バス9 8十五掃除2018年6月12日、記念皇帝入札で台湾の中、金江皇帝と連合を組み、優先交渉権を獲得した、フランスのアルシトムが、 車両19編成76両の納入を担当する。2020年7月、前月に行われた2機区間機電工程の入札では、中華内集団コンソーシアムが総額約2億4800万ユーロで受注し、アルストムがメトロポリス型16編成64両を追加納入することが決まった。路線図、ありがとうございます。